次はこの方、エントリーナンバー5番、まさかまさかの超有名人のご参加です。ロロライナ・フリクセルさん。よろしくお願いします。来ました。まさかこんな小さな村の豊漁祭に参加していただけるとは。それはトトリちゃんに頼まれたからで、こんなことやるって分かってたら出なかったけど。しかしご高名な錬金術師というのに随分と若い、いやむしろ幼いと言った方が。私も気にはしてるんですけど、もうちょっとイベントが欲しいなって。顔だけでなくて体つきもどちらかというと幼児体型なんですね。まあでもその辺のギャップがいいという人もきっと。あいだ、ちょっとあんた何ロロナ泣かせてんのよ。先生の悪口言わないでください。ああ、出番まだの人は出てこないでください。とにかくありがとうございました。ロロライナ・フリクセルさんでした。しばらく立ち直れないかも。と早くも集計結果。エントリーナンバー5番、ロロナさんです。え、わ、私ですか。おめでとうございます。国一番の錬金術師の称号に続いて村一番の美女の座まで手に入れてしまいましたね。いいのかな、私この村の人じゃないのに。とにかくありがとうございました。最後までういういしいロロナさんでした。さてそれでは今回のコンテストはここまで。また次回をお楽しみに。ゆっくり回ろう。せっかくのお祭りなんだし。